ず土台をこのように作っております。握り皮を巻きます。引っ張って引っ張って引っ張っておきます。先まだ糊はつけてません。折り目を作ったら、この折り目通りにカットします。先ほどのものをこのようにカットしました。でこれはカットした残りです。これはいろんなものに使う。そうしたものをこのようにボンドをつけてヘラで満遍なく伸ばします。つけたものを今から巻いていきます。すごい引っ張ってます。ここでカットしたいので、
重なったところをうまく入れ込みます。重なったところを、まあ、やります。ちょうどこのような形に引っかかるように大きさを、手が小さい人はもっと小さく、私は手が大きいので引っかかるようにして、このうちの動きを作って、まあまあ、上出来の方かな。できました。